IT 大手のマイクロソフトが飛行機の整備などが行われている羽田空港の格納庫を家にいながら見学できる生配信サービスを行いました。今日はこの格納庫の中に入っている飛行機を中心に JAL リモート社会科見学をお届けしたいと思います。今日午後1時から始まったインターネットでの生配信サービス、その名もリモート社会科見学。これは新型コロナウイルスの影響で見学ツアーが休止されているため企画されたものです。この格納庫の大きさは正面の幅が195メートル、奥行き105メートル、天井までは一番高いところで41メートルの高さがあります。飛行機は最大で5機入る格納庫です。今日の配信ではガイドや整備士が登場し、実際に行われているツアーのように格納庫や飛行機について解説しました。飛行機1機につき部品は何個ぐらいあるんですかという質問も来ています。はい、大きい飛行機になりますと、飛行機1機で300万点もの部品がついていると言われています。また視聴者からの質問コーナーもあり、整備士が一つ一つ視聴者の疑問に答える場面も。配信はおよそ45分にわたって行われました。実はリモート社会科見学、昨日はキリンビバレッジの工場でもやっていて、この2日間で1万人以上の視聴があったということです。